からのスローインという形になります。 12.4 秒。また三河はちょっと面白いディフェンスにしてきましたね。ネゴロが入りました。ネゴロと加藤サイズアップしてきましたね。そうですね。そしてネゴロがケリーにマッチアップしています。ネゴロがケリーにマッチアップ、サイズを上げてきました。さあ10秒ここで切ってくる。もうオールこの勝負ディフェンスどうでしょうか。スイッチしてくる。ファールはない、ファールはない。加藤のディフェンス、激しいディフェンス、まだある。2秒1秒というところ、スリーを打ってくれ。決まった。ブザービーターですね。ブザービーター、全員が集まってきた。壮絶な逆転劇。サンロッカーズ渋谷の底力、ブザービーターでの逆転。チャールズ・ジャクソンが涙にくれました。91対89、ブザービーターで逆転勝利のサンロッカーズ渋谷。シーホース三河痛恨の4連敗。最後の最後に意地を見せましたサンロッカーズ渋谷。なんとなんと最後は逆転3。いやー、足をつりながらこの石井です。